どうもこんにちは、こんばんは。夏休みにいっぱいお金欲しいぜって人の高評価、どうもゼルフィーです。ということで今回はなんですけど、なんかあれか、これ顔白すぎる、なんかもう光の調整がよくわかんなくて、ちょっと顔白かったら申し訳ないんですけどまあ今回はですね、まあ僕ね、このなんかタクティカルショットガンをまあなぜか持ってるんですよ。これこうやって引いてね、バーンって撃てるやつ、撃てるんだけど、これ一応引いてこれ撃てるかな、あこんな感じね。今よくわかんない、めっちゃうるさい音したけど、まあなんか撃てるこのおもちゃを持ってるんですよ。でこのねタクティカルショットガン以外にもなんかフォートナイトのおもちゃってないのかなと思ってアマゾンでねめっちゃ調べたら意外とあって、まあ、ちょうどなんかねアマゾンの、まあ、プライムセールみたいなのもなんかやってたんで、まあ、なんか安くなってたかわかんないけど、まあ、とりあえずめっちゃ買いました。多分ね5万円分とかぐらい買った、うん、マジでめっちゃ買った。なんで今回はそのフォートナイトのね、おもちゃをちょっといろいろとね開封して、まあなんかワンチャン非公式のやつもあるかもしれないんですけど、まあとりあえずねいろいろともう適当にも買ったんで、まあねフォートナイトのおもちゃどんなのがあるのってね、まあ結構これ気になる人もいるんじゃないかなと思ったので、早速いろんなおもちゃ開封していきたいと思います。クリエイターサポートゼルフィーにするともしかすると起きたら1億 V-BUCKS もらえてるかも。さあじゃあ早速ね開封していきましょう。いやマジでねめっちゃ買ったから、じゃあまずちょっとここのこのアマゾンの段ボールに入ってるやつからちょっと開けましょうかね。あ出てきましたよ、もういきなりいきなり見てください、ラマちゃんですよ、ラマちゃん出てきた。すごい、表がさ、これラマなのに裏骨の、ラマの骨になってんだよねこれね。まあちょっとこれ開けてみるか、何入ってんだろうね、これ中にね、なんか入ってそうな感じするんだよね。やばい、僕が段ボール雑に扱ったせいか知らないけど、なんかもうすでになんか破けてるんだけどね。まあこれ別に箱だからいいのか。いやマジででもフォートナイトのおもちゃね買う機会なんてさそうないからさ、なんか結構ねいろんなものあってね探してて面白かったわ。さあってことで、やばいめっちゃ潰れたけど、まあちょっと開けていきましょう。果たしてね何が入ってるのか、このラマの中もうちょっと箱ボロボロなんで、ちょっと適当に開けるよ。もうよいしょと、えさあじゃあちょっともうもう開き方わかんないし、もうや破れちゃったんで、もう適当に開きますよ。いきます、はい、破けました。さあこれ正しい開け方がちょっとわかんないんだけど、中には何が入ってるのかな。さあはい出てこい、お菓子みたいなの入ってるんだけど、これ何、ちょっと開けてみましょうか。何これちょっと待って、これあれか、分かった、これクワットランチャーだ。ほら分かるかな、ちょっとピントが合わないんだけど、あった、これほらクワットランチャーなの、こう見れば分かるでしょ、これクワットランチャーだ。あそういうのが入ってんのね。ちょっともう一個じゃあ開けよう。あなんかこれスナイパーっぽい、これなんだこれ、あこれヘビアサ、ほらヘビーアサルトライフルが出ましたね。あこんな感じでいろいろと入ってんのね。さあじゃあ次はあこれ見て、LMG、ほら NMG 入ってた。いやこれ絶対僕いつかなんかなくして捨てちゃう気がするんだけど大丈夫かな。結構あるね、一番なんかでかいね開ける。あこれ いっちゃんでかい、これマジでめちゃめちゃでかい。めっちゃでかいの開けますよ。なんかめっちゃ入ってる、ちょっと待って、なんかあ見て、キットだ、待ってキットなんだけどいないよ、キットの上の猫がいないんだけど、ちょっと待ってどういうことこれは。入ってた入ってた、見て猫入ってた。ちょマジお前ちっちゃすぎてピント合わせるの難しいけど、ほら来ましたよこれ。この猫もいたらちょっと乗っけてみるか。あなんかちゃんと刺せるようになってるわ。やべえこれ刺すの超むずい、これちょっと、ま、これ刺さる、これあ刺さった、はい見てください、乗りましたちゃんと猫がキットのね部分に、はいいいね、かわいいねこれね。これはなくさずに済みそう、結構でかいから、しかもこれ足動くわ、足と手動く、すげえこれ結構ちゃんとすごいな。あちょっとこれは後ろとかに飾っとこう。なんかもう一個でかいのあるんだよねこれ、何が入ってんのでっかいの、ん何これ、なんかよくわかんない羽が入ってるんだけど、何この羽、謎すぎない、マジで謎すぎる羽が入ってるんだけど、いやなんか意味わかんなすぎたんですけど、まあ残りのやつはちょっといつか開封しますこれね、もう絶対開けないやつだこれ。さあじゃあちょっと次はね、なんか結構でかいのがあったんですけど、何これ、ちょっと待って僕こんなん買ったのね、え僕これか、何これギフトバーンなんだけど、いらねえって言おうとしちゃったけど、何これでかっ、待ってこんなでかいと思わなかった。まあちょっと買ったからにはこれ開けましょうか。うわこれカッターとか必要なやつじゃん開けんのに。いや何これ、ちょっとすごいの買っちゃったんだけど、ちょっとちゃんとね商品見て買わなきゃダメだわ。なんか音だって光ったね、なんか音出して光り出したんだけど、何これ、どういうこと、なんか沈んだ、ここほら、何これ、とりあえずちょっと、まあ、とりあえずちょっと取り出させてほしいんだけど、
やばい、もうマジで汚い開き方しちゃったよ。さあ来た、取り出せましたね。こちらリブートバーンですね。なんかパーツが落ちた。なんかこんなガチのリブートバーンなんだね、これね。ちょっとびっくりだよ、こんな、ね、ガチのリブートバーン届いて。何これ。でなんかあとこのリブートされてる、されかけかな、されかけの人と、あとこれちょっと見づらいんですけど、リブートカードですね。これなんかリブートカードもついてきましたわ。多分ここの部分に無理やりこいつをはめるんだよな。わかんないけど、もうこういうこと、こう飛び出ちゃうんだけど、こういうこと、なんかつけれないんだけど足に。これもうこうなっちゃうよ、ちょっとね、もう飛び出てっちゃう。なんかもうわけわかんないよ。僕よくこんなの買ったね。でも作りマジですごい、結構ちゃんとしてるの。ほらマジでリブート版じゃない。まあ普通に飾りとしては良さそう。普通になんか後ろとか飾ってもね、なんかいい感じになりそうで、あと中に人乗れますほらなんか前開くのよ、これ前から入れますね、これね。すごいな、なんか物とかしまえるわ、こんなか。まあちょっとあれですわ、あのこいつとね、あとちょっとリブートカード、あとさっき出てたさ、これちっちゃいやつね、これちっちゃいやつ、ちょっとここしまっとこね、これがいいわ、こうすればなくさない絶対に。ってことで、リブート版でしたね。お疲れ様です、リブート版。ちょっと後ろでもこれ飾っとこうかな、普通にね。よくない、普通にここにリブート版いるけどね。なんか割と映えるわ、いいね、いいもん買えたわ。じゃあ次こちら、何これ、なんかグライダーのオブジェクト、これもこんなでかかったの。なんかさ、マジでもっとちっちゃくて、本当にこれくらいのさサイズかなと思ったらさ、バカでかいんだけど。ねえ、何これ、結構何これ、海外のだからビッグサイズだね。まあちょっとこれも開けていきましょうか。でもおもちゃって本当いっぱいあるんだね。みんなもね、お盆休みにおばあちゃん家とか行って、あのおばあちゃんに金もらってね、ちょっと買いましょう、欲しいの、欲しいのあったら。さあ来た来た来た、なんだこれ、おお、グライダーだ、見て。あ、でもあれだ、まだ完成しないわ。これを多分ひっつけるんだろうだよね、ここにね、多分ね。さあということで、できました、これ。ちゃんとグライダーだ。ここをこうやって持つんでしょ、ここね、こうやって持って降りていくんでしょ。でなんか飾る台ですね、これ、飾る台。あ、なんかすごいいろんなところに刺せるようになってる。ちょっとこれ無理やり刺して、大丈夫これ、これどうやって飾るの、こういうこと。あ、なんか飾るとしたら多分こうだ、ここにこう乗っけるっぽいわ、こう乗っけて飾るっていうことだよね、これね。いや、これなんか揺れたらすぐ落ちそう。まあワンチャン飾ります。さあ続いてですね、ちょっともうまだまだありますよ、これ、まあ、さっきと多分一緒ですね。はい、ちょっとこの中にさ、あのスキンのフィギュア入ってると思うから、何入ってるかそれだけ見ようかね。多分また武器とかそういうののちっちゃいモニュメント、オブジェクトとかオブジェクトみたいなのが入ってると思うんですけど、果たしてね、スキンは何が入っているのか。多分これだ、一番でっかいやつあった。何が出るかな、何が、おお、これあれじゃん、スパイのフィッシュスティックだ。これめっちゃいい、好き。結構見た目なんかめちゃめちゃなんかちゃんと作られてていいですね。ちょっとやっぱ一生ピント合わない、ちょっとね、もうピント合ってくれ、僕の顔隠す、合って、おい合わないやんけ、おい。さあそしてあとは V バックスカードね、 V バックスカードもね、まあ買いましたわ一応。まあここ削れば使えるんで、なんかいつか使いたいと思います。まあこれもね、もうなんか一応おもちゃみたいな、まあフォートナイトのグッズみたいなもんだから、ちょっと一応買ってきました。はい、まあ、いつか使います。あ、これ欲しい人高評価押しておいてね。さあ続いてはでかいですよ、こちら。これでっか、これ何、これなんて書いてある、コンパクト SMG だって、マジピクマルってこと。さあちょっと取り出しましょう。見てこれ、結構すごいぞ、めちゃめちゃちゃんとしてる。これどうやって撃つの、なんか撃ち方わかんないけど、ナーフなんだから、なんかナーフの弾入れてね、なんか撃てるはずなんだけど、なんか撃ち方わかんねえや。あ、わかったわ、なんかここ押しながらこう撃つと撃てるわ。ああ、そういうことか。でもすごいね、これもね、もうピクマルじゃん、これほら P90 コンパクトサブマシンガンですよ。めちゃめちゃいいじゃんこれも。僕ちょっと卓上しか持ってなかったから、今までさ、このエアコンのリモコンとかでババババババンとか打つエフェクトつけてさ、あの茶番作ってたんだけど、今後ねこれ使いますわ。まあちょっと引き続きリモコンも登場しますけどね。よし続いてこちら、何これ、スカイだ、スカイのなんかこれ、スカイのなんかフィギュアじゃないこれ。さあちょっと開けましょうか、スカイのフィギュア。はい、来い来い、来ない。さあ来ました。こちらなんかすごいいっぱい入ってるけど、さあちょっと囚われてるスカイを救出して。おすごい、これさっきのねこいつらよりでかいわ、ほらめちゃめちゃでかくない、なんか2倍ぐらいあるサイズ。いやいいねスカイ、これちょっと飾れそう普通に。あとはなんだこれ、あのこれグライダーかな、まあわかんないけど、なんかグライダーっぽい、なんかこれいろいろ収納できそうだわ。なんか乗らせたりできないのかな。あ、できるできる、ほら無理やりだけど、無理やり乗せるぜ。あ、ほらほらほら、もう無理やり無理やりだけど、乗った乗った乗った、もうやばい、また避けそうだけど乗らせられた。お、いいじゃんこれ。ちょっとスカイとかね、これ立たせられないのかな、立たせられればどっかに飾りたいけどね。うわ、あすげえこれグラップラー、さっきのなんかちっちゃいさクワッドランチャーとかのよりなんか結構作り込まれてて、これめちゃめちゃいいじゃん。あとほらこれスカイのピッケル、わかるっしょこれ、
スカイ知ってる人なら分かると思うけど、このピッケルもあるわ。おーい、いいやんけこれ、もうめっちゃ好き。さあ次見て、人形、なんかラマの人形売ってたからこれ買ったわ。これ買って記憶はあるわ。いやこれ良くない？これ可愛い、普通にほら可愛い。なんかあれかな、エモートで出てくるじゃんこのねラマね、確かなんか四季振るエモートみたいなのあるじゃん、それで出てくるなんか闇のラマですね。なんか普通のラマの人形買おうと思ったらね、なんか売り切れてて、まあ、しょうがなくこれ買いました。でもこれはこれでかっこいいね。これもなんか後ろ置いとこう。さあ次こちら見て、これこれもでけえ、マジででかいんだけど、何これ。あーこれあれだ、ショットガンや、ショットガン。さあということで続いてはこちら見てください、ショットガン、ポンプショットガンですよ。はい見てください、これポンプショットガン、これ撃てるんじゃない、おいってね、おいいいねこれ、なんか音がなんか音がなんか重い感じする。いいね、なんかショットガンって感じがするわ。いやこれもなんか使えそうですわ、茶番でショート動画でね。ちょっとあれも久しぶりに撮んないと、これせっかく買ったんだからね。えマジでこれポンプショットガンなの、これ見た目。えめっちゃいいじゃん、好き。まあこれもちょっとねショート動画でちょっとまた使っていきたいと思いますわ。さあでまあ武器系のやつでいくとこちら、はいこれピストルと、あれかな、最近ちょうど来てるけどフリンドノックピストル。おおすごい、これも結構ちゃんとちゃんとだ、ちゃんとピストルとフリンドノックだ。えすごい、マジで。えピストルとかなんか結構一番クオリティ高いかもしれない、ちっちゃいからかな、わかんないけど。えめっちゃいいじゃんこれ、かっこよ、いいね、なんか男心がくすぐられるよこれ、いいよ、なんか子供に戻った気分だわ。てかこれ今気づいたんだけど、これ弾ついてたんだね。じゃあショットガンとかもさっきついてたのか、ちょっと撃ってみるか。フリンドノックとか撃ってみたいんだけど、これどうやって撃つの、こうやって入れるのかな、こうやって入れます弾を、今弾入れてここに、でバーンって、え撃てないやん。あ、わかった、ここを引くんだ、ここを引いて、で、いきますよ、はい、こっちも撃ってみるか。はい、弾をね、この中に入れましての、え、これどうやって撃つの、撃ち方がわかんない剣について、これのなんかどっか引けるところ、あ、わかった、あ、こういうことか、ここ、こうやって引けるんだ、あ、すごい、待って、やばい、いくよ、え、こわ、こ、マジで怖いんだけど。いや、危ねえわ、これ、マジで危ない、本当にこんなちっちゃい弾でもマジで勢いあるから危ないけど、とりあえずね、はい、これフリントノックとピストルでしたわ。いや、いいね。はい、まだありますよ、ちょっとね、でも結構もう終盤。さあ、ってことでこちらマイダスですね。はい、見てください、マイダスですよ。え、めっちゃかっこよくもないな、なんか、え、顔やばいんだけど、え、わかるこの顔のやばさ、ちょっとピントが合いませんけど、ちょっと一回出すか。そう、ってことで、あ、すごいこれ着せ替えセットだ、ほらこっち側に着せ替えれるやつが入ってる。さあ、マイダスですよ、見てくださいこれ、顔すごいのわかるかな、ピント合ってくれ、ほらわかるこれ、顔すごいことになってんだよ、なんかよくわかんないけど、なんかすごい、なんかわけわかんない、目が、え、これはでもちゃんと細かく見れば結構あれか、ちゃんとしてるわ。まあ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 、ちょっと着せ替えもしてみる、これどうやって着せ替えんのこれ、え、これマジどうやって着せ替えするかわかんないけど、人間みたいに、でもこれ、え、どうやって着せ替えするの、あ、分かった、これ外れるようになってるよ、ここがほら後ろがこうやって開くから、もう無理やり着せ替えろってことだよね、これな。あ、着せ替えできた。ほら、あ、結構すごい、ちゃんと着せ替えれるわ。すごくない？ほら、え、めっちゃちゃんと着せ替えれて、え、いいじゃん。あとね、この剣めっちゃかっこいい。見て、剣かっこよくない？あとこれもピントがね、なんか一生合わないんですけど、マジでこの剣が普通にかっこいい。まあそんな感じでマイダスでした。さあ続いてはこちら、スケボー、これなんかスケボーだわ、めっちゃちっちゃそう。てかさ、僕もこれ撮影するためにさ、エアコン切ってんの、エアコンのなんか音入っちゃうから、マジで暑い、もう締め切ってるから本当に暑い、早く終わりたい、この撮影も暑すぎて、開けてんのは楽しいんだけどね、もう暑いよ。さあってことで、こん中に多分スケボーが、あ、入ってんじゃんスケボー、見てかわいい、ほらピーリーのスケボーと、あとピンクマかな、これピンクマスケボー、え、めっちゃいいじゃんこれ、普通にこれ飾れるわ、ちょっと後で飾っとこう。はい、これちゃんとローラーもついててね、回って、あ、こんなんあるんだね。あとなんか謎のバッグ、これなんかよくわかんないのもついてたけど、え、これは何。さあ続いて、なんか謎のフィギュア、なんかめっちゃいっぱい買っちゃった、これキーホルダーかな、これこれ多分レイブンかな、レイブンだったり、ちょっと開けてみるか。はい、レイブン、お、レイブンかっけえ、え、このキーホルダーめっちゃかっこいいじゃん。はい、これレイブンね。で、まあ、あとは今ねこれ開けてるやつがピンクマかな、ピンクマなんか目がクソちっちゃいね、目がなんかありえないぐらいちっちゃいんだけど、わかるこのちっちゃさね、ピンと合ってなくてもわかるでしょ、ほらめちゃめちゃ目がちっちゃいんすよ、何これ。で、あのこのフィギュアがなんか僕めっちゃ買っちゃってて、なんかほらもうこんだけあるのこれ、ちょっとやばい、もう こんだけあるのこれ、これ全部フィギュア、このちっちゃいキーホルダーね、やばいでしょ。でもこれ注文間違えた、なんか同じのとか2つあるもん、ほらエルフのやつ2つあるしさ、ピンクマとかもなんか2体目いるし、何こいつ、ウサギとかもなんか多分2体いるよ、どうなってんだよ。誰か欲しい人募集します、これちょっといらないんで、これクッキーマンとかも2体も1体で十分なんで、ちょっとなんで、もういっぱいだよ。さあそして続いてこれ
オメガかな、これオメガのなんかフィギュアみたいなやつですね。まあ、特に多分何もできなそうなんで、あと暑すぎてもう早く撮影終わらせたいんで、ちょっと開けないんですけど、はい、このオメガですね。なんかこれ開けない方が飾れそうじゃない？なんか。ねえ、なんか開けない方が飾ってて映える気がするから、開けなくていいじゃん、これ。で、次これ。これも多分ナーフガンですね、これ。タコスのなんか、なんだこれ。何ガンなんだろう？なんかよくわかんないけど、なんかタコスガンみたいなの買ったわ。はい、こちら。何これ？これフレアガンか。フレアガンのさ、なんかタコスバージョンだ。音がなんか重たい。ういっていう、なんか、なんだこれ。まあ、これもちょっと、茶番の動画で出てくるかもしれません。これ使え、まあ、出てこないかもしれません。よーし、ラストラストこれ僕もなんだかわかんないこれ。なんかめっちゃでかいんだけど。さあ、あ、これ、アサルトライフルだ。最後の最後になんか、アサルト出てきたぞ。ちょっと見てください。アサルトライフルです。あ、で、このマガジンを、ここに多分刺せるんだ。ほら、刺さった。いいね、これ。え、かっこよ。アサルトライフル。いいね。いや、これマジででかいね。やっぱかっこよくてね、いいわ。ほんとにこれね、再現度ね、すごいんだよ。ほら。え、アサルト見てよ、これ。いや、これもちょっと茶番動画で使いたいなと思います。さあ、ってことで、いや、マジもう暑い。もうほんとに、エアコンつけたい。まあ、でも皆さんどうでした？これ、欲しいやつありました？結構ショットガンとかさ、アサルトとか、もう再現度すごいから、まあ、欲しかったらね、もうこれも結構おすすめできますわ。まあ、なんかキーホルダーとかちっちゃい系はね、まあ、割と安い値段とかでも買えるんで、まあ、結構買いやすいんじゃないかなと思います。ってな感じでね、まあ、またちょっとこの動画好評だったら、まあ、いろんなおもちゃ買って動画ね、撮りたいと思うので、この動画面白かったらチャンネル登録して通知をね、オンにして高評価押しておいてくださいね。ってことで、今回はね、こんな感じで終わります。では、バイバイ。